市議さんです。えらいところに来てしまいました。まあ、ある程度ね、分かってて来てたんですけど、このね、宝塔のすぐ裏まで来れるとはね、ちょっと正直思ってなくって。いやー、しかもね、来る道中がすごい道でした。カメラね、仕込んでなかったんであれなんですけど、なのでちょっとね、帰りは撮っていこうかなと思います。ちょっとね、裏口から来てしまったんで、今日は市議さん超護村指示、お参りはね、ちょっと控えておこうかなと思います。今度また改めて、きちっとした参道から来たいなと思います。ちょっとね、カメラをね、仕込んでセットしてる間に、すっごい蚊に群がられております。さあ行きましょう。戻っていこうと思います。ね、市議さんの裏手だったんでね、ちょっとね、やりすぎたかなという感じです。でね、ちょっとこう戻っていこうかなと思うんですけど、まあ皆さんここはね、来ない方がいいと思います。よいしょ、いきなりこれです。ね、倒木と、よいしょ、ガードレールもないのでね、落ちたらアウトでね。舗装されてるのかなと思ったら、これダートになるんですよダートになるというよりもダートになってるこれも絶対これ川みたいになった後でしょう。よし、うよし、こういうね感じだとね、すごくね走りやすいんですけどね、ちょっと先みたいなね、あのちょっと浮かれてたりすると大変というかね。ね、通れないところなんかはちょっとね、迂回しながらこう進んできたんですけど、よいしょ、まあね、ハイキングのコースですよね、やっぱりね、こういうところってね。おっと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 、しゃ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 、さあ、まあね、あんまりね、こういうところっていうのは普通のね、こうオンロードのスクーターで来るような場所ではないですよね。まあ好きなんですけどね、こういうところ。ね、そう、もうちょっとね、この辺ってね、展望が開けてるところね、展望台とかあったらいいんですけどね。いや、あるんですよ、あるんですけどね、バイクで行けないんですよ。歩いて行くか、市議コンマスカイラインで車で行くかしかないので、ちょっとね、二輪車でね行けるところが少ない、少ないってないんですよ。なのでね、ちょっとね、悲しいかなと。左側もなんか、なんか行けそうな気はしないでもないんだけど、これ行くとね、多分ね、あ、そう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 、さっきねこれ点々ついてるでしょ、ここで倒木してたんですよ。なので行けないので帰ろう。よし、
さあ、シギフラワーロードにね出てきました。おお、びっくりした。いやいや、太鼓来てるんやからさもうちょっと待ちなさい。ね、シギフラワーロードもね、相変わらずの回送路で車はビンビン飛ばしていきます。おー、きれい。よし、こういう感じなんですよ。こうしないとね、きれいな景色が見えない。シギ山来るときはね、やっぱりこうこの正攻法でね、やっぱり来ていただかないと、あそこはね通ったらダメです。じゃあなんでお前は行ったんやという話なんですけど、行ってみたかったんですよね、裏口からいやー、想像以上にひどかったね、ここからね、シギさんなのでね、お参りする方はね、ここから行ってくださいね。よいしょ。ここから先が正面がね、あの二輪通行止めなんですよ。このスピードで降りるんだ。50にまくられたまあでも、もうそんなにね遅いスピードじゃないし、安全に走ってるだけやけど。まあね、地元のここをね、よく走る方は慣れてるからあれかもしれないですけどね。ジェンマ